皆様こんにちは。いきなりですが、肌ステインって聞いたことありますか？紫外線により発生した活性酸素が角層細胞のタンパク質と結合し、肌ステインが発生し、肌が黄ばんだ状態に見えることです。実はこの肌ステインが肌の黄ばみの原因になってるらしいです。今回はそんな肌のくすみの原因である肌ステインを除去できるクレンジングオイルをご紹介します。それがこちら、アデニアスキンクリアクレンズオイル限定のローズの香りです。アットコスメでベストコスメアワード2年連続受賞したクレンジングの限定の香りが期間限定で発売したんです。私も使ったことなくて非常に気になっていました。こちらのイエローは見たことある方も多いと思いますが、ローズはアットコスメとの共同開発で数量限定商品になってます。嬉しいなって思った点が、使いやすいポンプ式で濡れたてでも OK です。さらにダブル洗顔不要です。子供とお風呂に入るとき、機嫌がいい間に私はパッと洗わなきゃいけないので、これが本当に使いやすいんです。さらにオイルなんですが、まつげエクステも OK です。では早速、私のいつものクレンジング方法でこのメイクを落としていきます。まず私はオイルを3プッシュ手に広げて頬からなじませていきます。下から上へとくるくるしながらメイクになじませていきます。ロックローズオイルが角層にこびりついた肌ステインを緩めて落としてくれます。さらにエイジングケアで注目を集めるイモーテルオイルで年齢に応じた肌ケアをしてくれます。メイク汚れが残りやすい小鼻の際もしっかりと、顎もくるくるして、おでこもシワを伸ばすイメージでくるくるします。美容液や高級エステなどでも使用される希少なバオバブオイルやアルガンオイルを贅沢に配合しています。アルガンオイルにより角層を柔軟にし、過剰皮脂も抑制し、バオバブオイルで潤いを補い肌を滑らかにしてくれます。そして小指で口紅を落とします。最後に3本の指の腹でくるくる優しくアイメイクを落としていきます。目を開けて優しく下まぶたも落とします。力が入りすぎないように薬指で落とすように心がけています。オイルの伸びがいいので力も入れなくていいし、肌をゴシゴシしなくても結構簡単に落ちます。洗い流して終了です。洗い上がりもしっとりしています。最近はお風呂でパパッと濡れた手のままで時短でメイクを落としています。香りも本当良くて癒されます。お値段もお手頃ですので、気になった方はぜひ概要欄からチェックしてみてください。最後までご視聴ありがとうございます。また次回のビデオでお会いしましょう。さようなら。